はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日も鉄腕電車でバトルをやっていきたいと思います。今日はですね、中部地方をやりたいと思います。しかも長いコースですよね。鉄腕の第4戦、中部の地方大会。The first preliminary. Ready? Go! まあ、そのまままっすぐ行っちゃいましょう。難しいですね、これ。まあ、リプレイ。あ、北線だ。左の緑のやつは福井トレイン、あれか、あの黄色いやつが三木トレイン。
海底スポベリ対決。第2ラウンド。ゴー。あ、フライングしてめっちゃありますね。やっぱり。We'll be right back.
second preliminary. Ready? Go! まあ、どこでブレーキかければいいかっていうのはね、本当に分かんない。
あ、いいか、やっぱ名鉄強いな。で、リプレイ。まあ、かっこいいというか、まあ、かわいいというか。まあ、こうやってね、一両の車両たちが戦ってるわけですからね。まあ、でもこうしてみるとかわいいです。まあ、かわいい車両たちだと言っても過言ではない。名鉄はね、強い。あ、北北線はなんかデザイン分かりやすくて、ね、いいですね。まあ電車交通で遊んだっていうのもあるんですけど、方が近道なんですかね。あ、めっち体当たりして仕掛けようとしたんですけど失敗したんですよね。感じです。で、セーブ。まあ、こういったところで、まあ、あと関東と東北だけ残しましたね。以上でこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。